はい、ひとつきまんさしみつです。今日はちょっと久しぶりに佐藤さんと話をしていきたいなって思うんですけど、っていうのも今日はですね、佐藤さんがずっとね、追求していたですね、三浦瑠麗の、旦那さんの、こちらがですね、逮捕が、決まりました。で、そしてですね、もう一つ佐藤さんがここ最近ずっと追求していたですね、総務省圧力文書、高市早苗さんが、本物だったら議員辞職しやろうっていうふうに言ったらですね、本物だったっていうことがこう認められてですね、もう一気になんかドーンと出てしまったんで、ちょっと緊急で、昨日佐藤さん午前2時まで動画撮ってくれてたんですけども、また一本ということで、佐藤さん本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なんか急になんか三浦瑠麗の旦那逮捕されるわ、総務省のやつはなんかすぐパッと認められちゃうわ、でもうバタバタですね、これ。いやー、本当ですね。だから、このね、この総務省の内部文書の方はですね、こちらの方はね、この小西さんね、暴露した小西さん、その小西さんの都合、都合っていうかな、そのスケジュールと、それから国会のスケジュールですよね。それから、この総務省内部のスケジュール。これで、今日ですね、この小西さんの内部文書がですね、この総務省の行政文書であると。全く同一であると。ということが認められたというね、ことになったわけなんですけども、この三浦さんの方はね、これは何と言ってもこの検察のやることですから、この検察っていうのはね、我々には見えないですね、このブラックボックスというのはちょっと言い方悪いんだけども、要するに検察内部のこの事情ですね、捜査の進展具合とかね、それによってですね、その逮捕の日時ってのはやっぱり全然違ってきますので、それは我々のね、一般社会とは違うまた時間で動いているのでですね、それが今回一緒になってしまったというですね、なるほそど。んな感じですよね。いやー、しかし、なんかいろいろ報道を見てると、業務上横領の金額も確定させて、4億2000万円という形になって、でかつ毎日新聞なんかはもう着服っていうふうにこう書いていたんで、要するにもう使っちゃったんでしょうね、買っちゃそっれたっで。てことですね。だから4億2000万で何に使ったかということだけど、要するにあれでしょ？なんか自分の借金返済の方にね、使ったというふうなですね、記述がありますよね。だからかなりね、自転車操業的なね、感じだったんでしょうね。これ、何度も説明したんですけども、これ太陽光発電の、この地図もの転売ビジネスっそうていうでのすがあね。るんですね。要するにね、これ、その政権の中でものすごいね、力ある政治家ですね、その人に頼んで、そしてね、この傷物ってのは、例えば何かの認可ですね、許認可。これが得られないと。それさえ得られれば、これゴーサインが出ると。というのがあってですね、で、そういう傷物を、この政治力を使ってきれいにして、そして転売するというビジネスが得意だったんですよね。だけども、それではね、もう、立ち行かなくなっちゃったっていうですね、そういうところに最近至ってるんじゃないかと思うんですよね。なので、かなり自転車操業でですね、そして借金返済に使っちゃったということで、これはね、やっぱりどう見てもですね、いくらその投資先を委任されているとはいえね、借金返済に使った、それはいくらなんでも。それはね、ダメです。これはダメですよいや、単ね。純にダメです。いや、私、実はですね、東京商工リサーチとか帝国データバンクとかの、三浦瑠麗さんの旦那さんのですね、トライベイ、こちらのですね、資料、調査資料をですね、これ1万5000円するんですけど、取り寄せて、いろいろ調べてたんですよ。で、推定の決算書っていうところにですね、10億円借金って出てたんですよね。いや、これ結構な金額だなって、で、しかも売上が1億円しかないという意味では、佐藤さんが自転車操業的になってたんだなっていう部分が、そこで裏付けされたのかなというふうに思いますね。そうですね。だからこの太陽光発電ね、この、ポンジスキームっていうのがあってですね、有名つでますりね。ね、イギリスのこのチャールズ・ポンジっていうね、このお金を集めるだけ集めて、そして、実際約束したですね、投資先には投資しないで、自分のように全部使っちゃうというですね、そういうね、なんちゅうかな、業者がね、結構少なくないんでいすよやね。ー、多いですね、本当に。そこのところで、この検察は、
こういうね、ポンジスキームの太陽光発電に、結構目をつけていて、例えば前にね、JC サービスであるとか、それからね、まあその JC サービスのその運用先のね、会社ですね、こういう例に目をつけていたりしたんですよね。その流れで、トライベイっていうのは出てきてですね、そしてこのトライベイも、この JC サービスがですね、破綻するちょっと前にね、ここから7億円を引っ張ったりしそうてでるんですすよよ。ね。ねえ。いや、JC サービスといえばですよ。絡んでる会社にマネオっていうところがあって、なぜか運営会社の社長は JC サービスとかにお金を送った後に日比谷の、ね、多目的トイレで自ら命を絶ったっていう、あの謎そうの事件。ですね。だから JC サービスにね、これまあ、融資型のね、クラウドファンディングというですね、このマーケットですね。この JC サービスはね、ここから200億円資金集めていたんですよね。これね、だからこの JC サービスがね、非常にいい会社であれば、200億円ね、心配することもないんだけども、これ非常にさっき言ったようにポンジスキームの会社なんで、もう200億円どうすんだっていう話でね、もうこのマネオマーケットのね、亡くなっちゃったね、社長さんも相当悩んだと思いますよね。そしてこのマネオマーケットから、ですね、さらにこのね、今回逮捕された三浦さんですね、これやっぱりお金ね、これやっぱ引っ張ってるんですよ7ね。億ですよね、これ。そうなんですよね。だからこの辺がね、またどうなるのかというね、問題もあるんですよね。まあそういうことでね、ちょっとね、この三浦清さんですね、ちょっと危ない、感じがあるんですよね。いや、もうだいぶ危険な橋を渡っているし、まあ、下手するとマネオのね、社長みたいに日比谷公園の多目的トイレで消されちゃうんじゃないのっていうふうに、まあ、心配していたぐらいですけど、まあ、とりあえず逮捕されたんだったら、まあ、身の安全は確保はされるんでしょうね。まあそういうことですよね。それがまあ一番安全なね、避難場所であるというね、ことも言えるんですけども、まあとにかくね、まあ事件的に言えばね、4億2000万円の業務上横領ということなんですけども、まあこれがね、まあここにね、三浦瑠麗さんがね、どう絡んでいるのか、あるいは絡んでいないのかですね、検察はね、なんていうかな、まあ単純にね、絡んでいないっていうふうに単純な結論は出してないと思うんですよね。ミイラ・ルリさんです瑠よ麗さね。んに関してね。なるほど。だからそこら辺がね、どういうふうなことになっているのかですね。だから、三浦瑠麗さんに、その検察の捜査が及ぶ可能性ってのは捨てきれないんですよね。なるほど。ここからさらに、まあ、旦那さんがこれから逮捕されたってことは、取り調べをさらに、まあ、受けていく中で、そういう発展する可能性も、まあ、あると。可能性もあるんですよね。なるそほしどてな。当然ながら、その検察のね、東京地検特捜部ですから、狙っているのは、この民間人のね、三浦さん夫妻であるわけがないんでですね、当然ながらこの政治権力に向かうわけなんですよね。そして、その中で僕が得ている情報では、やっぱりね、菅さんがね、捜査線上に登っているんじゃないかというね、なるほそんど。な話なんですよね。だってもともとね、三浦瑠麗さん自身を内閣成長戦略会議に入れて、まあすごい重用してたのは、まあ、菅義偉の、まあ、菅内閣の頃ですもんね、あれ。そういうことですよ。菅政権ですからね。三浦瑠麗さんが入ったのはね。そしてまたね、菅さんがね、この太陽光発電のね、今言ったこの既存の転売ビジネスとかね、そういうところと無縁じゃないんですよね。どなるうほど。も。まあこれね、まあ現代のね、政商と言われるね、人がいるわけなんですけども、このね、台中総研というのがあってですいや、ね、あれ、怪しいですよね、大衆まあ総研。まあまあ、そうなんですけどね、これはまあね、いろいろ話が出てくるなんですよ。で、ここのね、この台中総研のこの代表の方ですね、これがね、これ、まあ、矢島さんという人なんだけども、これはね、まあ要するにその太陽光発電の関係ではね、なんていうかな、もう相当の顔役っていうかな、
最大のまとめ役なんですよね。それでまあ JC サービスとかそれにも絡んでるわけなんですよ。そして、この矢島さんがこの菅さんともね、関係がね、結構深いらしいんですよね。で、そこに、この三浦清志さんがどう絡んでいるかと。僕が聞いてる話では絡んでるという話なんだけども。ああ、そうなんだ。まあ、そこがね、どういうふうに発展していくのかですね。まあ、しかし、だって、ただの一民間人を逮捕するために東京地検特捜部が動くってことはないですもんね。まあ、絶対ありえないですよね。絶対ありえないですよ。まあ、その先に要するに税金とか政治の動きが、まあ、ある、まあ、政治家を見てるんでしょうね。絶対見てますよ。絶対見てるし、僕が聞いている範囲では、菅さんということですよね。なるほどな。まあ、いろんな政治家の名前をね、いろいろ、その、なんていうかな、YouTube とかね、他の番組では上がっているんですけども、二階さんであるとかね、いろいろ上がってるんだけども、まあね、それではないんですよね。な本る命ほはやっど。ぱりね、違うんですね。しかし、なんていうか、三浦、まあ、菅さんもね、安倍晋三内閣、第二次安倍内閣の時に、まあ、7年以上官房長官務めて、で、三浦瑠麗さんはその菅さんに重用されて、で、あと、まあ、議員辞職することになって、まあ、自分で言っちゃってますけど、なんか今悪ガキしてる高市早苗さん？あれも安倍さんの引き上げじゃないですか。なんか、で、この、まあ、東京地検特捜部、東京五輪の談合事件でクソ忙しい時に、ついでで暇だから、まあね、三浦瑠麗の旦那逮捕しとくかって、そんなことないはずなんで、まあ、やっぱりなんか安倍さんに関連してる人たちの末路っていう、なんか感じがしますね。そうですよね。まあ、とにかくね、東京地検特捜部は、まずね、まあ、とにかくその仕事をね、東京地検特捜部の仕事というのは、まあ、要するに時代を画すというね、そういう使命がありますので、やっぱり安倍政権時代のね、時代ってのはやっぱおかしい時代ですからね、これね。クローニーキャピタリズムでですね、とにかく安倍さんとか菅さんとか、そういう権力に近い人たちは、非常にうまい汁を吸うんだけども、それ以外のね、一般国民は全く何の関係もないし、全く二極化になっちゃうというね、そういう変な社会なんですよね。それをね、正さなければいけないっていうのをね、やっぱり検察はすごい考えてるわけなんですよ。なのでね、安倍さんに関してもね、この一月万札だけが、このね、展開したね、この2019年の参議院選挙のですね、広島選挙区に絡んで、河井案里さんに1億5千万円。これ半分持ってっちゃったというね、7、8000万持ってって、安倍さんが持ってっちゃったというですね、取り判疑惑ですね。これね、もう本当にね、強制捜査一歩手前まで行ったわけなんですよ。という具合にして、安倍さんに関しては、これなんていうかな、この山をですね、いくつかのルートから登るように、かなりルートがあったんですよ。で、それと同じように、今、菅さんに関してもですね、かなりのルートがあるらしいんですよなるほね。ど。だからこのトライベイですね。この三浦夫妻。これも一つのルートなんですよ。そんな具合にしてね、どうもね、東京地検特捜部というのは、最大の権力者ですね。これをやっぱり狙っているんじゃないかと。なるほどね。ということですよね。いやー、佐藤さんがね、縁故資本主義、まあ、クローニーキャピタリズム、コネがある人だけが得をするっていうふうによくおっしゃるじゃないですか。いや、ほんとそうだなっていうふうに思うんですけど、今日見たニュースで、実質賃金、これがですね、10ヶ月連続で減少、8年8ヶ月ぶりの減少幅で物価上昇に追いつかないというニュースがあって、4.1%も減ってるんですよね。まあ、これ使えるお金が4.1%も減ってるって、8年8ヶ月ぶりっていうのは、要するにまあ、今から8年前っていうふうに言うと、まあ原発事故があって、しばらくしてからの不況以来の減少幅だということで、まあこういうふうに庶民が苦しんで辛い思いをね、している時に、いやなんかね、出資されたお金で、まあ着服して、もしね、まあまだ逮捕の段階ではあるけども、もしそれで贅沢やってたって言うんだったら、で、しかもそれが、多分安倍さんが生きてたら、これ逮捕もされなかったわけですよね。その通りですよね。
だからまさにこのね、実質賃金のね、この下がり方ってのはすごいですよね。いや、とてつもああ、ないものとてつが、もないですよね。うん、そしてね、このクローニーキャピタリズム、二極化ですね。そしてね、この一般の国民はね、まあ非常にひどい目に遭っていると。で、もし本当にね、安倍さんが存命であればね、これね、まあ、事件化はね、なくてですよ。この三浦さんのトライベイですね。この事件化はないということで、これね、相当の、なんていうかな、ガラというかな、大暴落がね、来ると思いますよ。ね。今、こうやってね、まあ、小出しではないんだけども、ね。これを検察がね、事件一つずつやってるんでですね、まあ、出てき始めていますけども、これにね、本当にドカーンとなったらね、相当のものがありますよね、これいね。やー、恐ろそういうこしいとをな。ね、そう、心配していましたけども、ね。まあ、こういう具合になりましたのでね、安倍さんがいないので、まさに安倍の方が取れてですね、この三浦さんのトライベイがね、まず摘発されたと。で、この筋はね、まだかなりいきますよ。ああ、うん、こっから、かなまあ、り、要するに始まだ、まりに過ぎないという感まだ、じ。まだ始まりですよ。うん。なるほど。まだまだ始まりで、まあ、さっき言ったように、この山を今登ってる最中ですから、うん。そしてね、この安倍さんといえばね、この安倍さんの関連で言えばね、まさにこの高市さんですよいね。や、もう本うん。当にこれ、対応が安倍そっくりだなって思いましたよ、今回の。森友対応問そ題で、ね。う。おい、本当だったら総理大臣のところかね、議員も辞めてやるよ、私が妻かかってんだったらね、とかっていうふうに、なんか自分がね、辞めてやるよ、とかっていうふうにこう言ったのとそっくりで、で、あの時は、まあ、財務省の職員が、忖度して、で、それに耐えかねた赤木さんがね、自ら命を絶つという悲惨なことがあったけど、もう安倍さんいなくなってるから、高市早苗さんは総務省の役員が全く忖度しなくって、もうなんか数日で、はい、出てきましたっていうふうに、もうなんてなんかもう、栄枯ああ、盛衰って感じがしますね。そうですよね。とにかくね、この小西さんのこの文書がね、これがまあ本物だということになったわけですよね。でね、もう高橋さんこれ約束したんだから、これね、議員辞職しなきゃおかしいですよね。はい、おかしいです。うん。どう考えてもおかで、しい。これね、高橋さんと小西さんのこの国会での問答をですね、僕にね、これに記録取ってありますのでね、正確に今言いますとね、高橋さんがこう言ったんですよ。もし私と、安倍首相の電話の内容が文書に残っているとしたら、私の電話に盗聴器でもついているのでしょうか？全くそれは捏造文書だと私は考えております。小西さんが、仮にこれが捏造の文書でなければ、大臣そして議員を辞職するということでよろしいですね。高橋さんが、結構ですよ、と言ったんですよね。要するにね、まあ、高橋さんはね、これ4枚と言ってるんだけども、実質はね、この1枚なんですよ。高市さんと安倍さんの電話会談、ね。この文書について、高市さんは捏造だと言ってるんだけども、これも、ね、行政文書だというふうになったわけですよ。そうですね、そこがだから認められちゃって、どうね。すんの？なので、これは捏造の文書でないので、議員辞職しなければならないといなうらこないとなんね、もうやめないとダメだ。そうなんですよ。だけど、高市さんは、さらにまだ言い訳していってて、る言ってる。ね。つまり、この中身がね、中身が正確じゃないと。つまり、中身がどうも捏造じゃないか。こう言ってるんですよ。でもね、それをね、それちょっとここで反論しておきますとね、これはね、この紙なんですよ、まさにね、この紙。これはね、平成27年、2015年3月9日の夕刻に、ね、これは、高市大臣室の平川参事官が、ね、これ平川薫という人なんだけども、平川参事官が、安藤情報流通行政局長に対して報告した内容なんですよ。ね、報告した内容なんですよ。ということは、平川参事官が高市さんから電話の内容を聞いてメモした中身なんですよ。そうですよ。ね。なので、これをね、捏造というふうに言ったら、高市さんは大臣としての自分の存在そのものを否定することになるわけなんですよ。ね。だったら、ね、その時、なんで平川さんに対して抗議しなかったんだっていう話ですよ。今更抗議したって遅いですよ。ね。うん。
そしてこれ、平川さんはこれ正確だと思いますよ。文章。ね。念のために読んでおくとね、大臣室平川参事官から安藤局長に対して以下の連絡。ね。高市大臣と総理の電話会談の結果。政治的公平に関する件で高市大臣から総理に電話。括弧日時不明。総理からは今までの放送法の解釈がおかしい旨の発言。実際に問題意識を持っている番組を複数例示。サンデーモーニングほか。国会答弁の時期については総理から一連のものが終わってからとのご発言があったとのこと。で、このね、3点の中身はですね、全然安倍さんのこれまでの間接的な発言と全然一致してますよ。ね。一致してる。で、この日時不明というのも、ね、日時不明というのも、この平川さんがですね、平川参事官が日時について聞くのを忘れたのか、あるいは高市さんがその日時を自分で忘れていて、安倍さんにいつ電話したのか忘れていて、それを、忘れちゃったわとかなんとかね、そういうふうに言ったのか、どっちかなんですよ。だこれはね、全然普通のね、文書ですよ、これ。なのでね、これをね、捏造というのであれば、高市さんは大臣としての資格がないということなんです。なのでね、これはね、言い訳にならないんですよ。これは本当に議員辞職にそのものに当たりますよ。だから言ったんだったらやめないとダメですよ、これそのは。通りですよ。こんなね、議員辞職しかないですよ、これは。で、高市早苗さんって、ちょっともう懐かしい話になるけど、私と佐藤さんでよく追及していたですね、NTT 接待報道、あの時もですね、総務大臣ね、高市早苗さん関連してたわけですよ。で、あの時もなんかようわからん言い訳して乗り切ったけど、あれだって本当は大問題だったんですよ。大問題だったけど、あの頃は安倍さんがね、生きてたから、もみ消してくれたんだろうけども、もうそういう人はいませんから。高橋さん、ちゃんともうね、時代は変わったっていうことを受け入れて、俺はやめた方がいいんじゃないかなと思うな。で、高橋さんはこれはね、もう、なんていうかな、もう、辞職しかないですよ。辞職しかないし、これはね、自民党の中でも、もう高橋さんをかばう人いないですよ。あそこまで行ったわけですから、今ね、僕が説明したように、結構ですよ、と言ったわけですから、これ議員辞職しかないですよ、これ。ないね。もう、やってもらわなければ困りますよね、っこれていはうね。か、高市さんって、なんか、総裁選に出てから安倍派にも戻れず、で、なんか、政調会長だったけど、いきなり今度萩生だなっていうふうに、こう、なんか、こう、ずらされたりとかして、ずいぶんなんか、脇にどんどん追いやられていってる感じがしますけど、そういうし流ます。れとか何も分かってないのかな、あの人。いや、だからね、分かってんだけど、強がってるんですよ。まあ、そういう人だもんな、確かに。今更ね、今更、なんていうかな、下手に出て、すいませんでした。今後ともよろしくお願いしますね、なんては言えない人柄なんですよね。いや、それはね、佐藤さんの私、高市さんを表現する言葉で人間ボンバー高市さんっていうふうに昔言ってましたけど、どっちかと思うのは、おー、だーだーみたいな感じで、こう、強がって上に上がってきた人だから、今さら、もう安倍さんいなくなったから、すいません、もう、これから皆さんの、靴直しから始めて頑張ります、みたいな、そうなんですよね。なれないよね、それは。一平卒か、玉拾いからやらせていただきますっ ていうもう無理です。ね。それはできないんですよできね。ないね。だから自民党の中でも孤立してる感じしますもんね、すご全く。然孤立してますよ。唯一の味方だったのが、ね、岸信夫さんですよ。なるほど。安倍さんの弟のね。でも岸信夫さんももうね、いなくなっちゃったもんもういませんからね。ね。やめちゃいましたもんね。なので、今はとにかくね、孤立無援ということで、高木さん一人議員辞めても誰も困るんです。確かに。まあ、だから自民党からももう切られる立ち位置にいそうるですでよ。しょうね。だからそういう感じですよ。だから高橋さんにしてみれば、まあ日本会議とかね、ああいう、なんていうかな、本当のこの右の方のね、このサイドっていうか、陳謝章とかですね、そこら辺におべっか使ってね、そしてなんとか生き残りたいと。
そんな感じなんでしょうね、多分まあ、ね。もともとね、これも高市さん自身は否定されたけども、大陸の8割から発言とかも、ね、あったじゃないですか。あ、なんあかあれ、りましたね。ね、なんか非公開の、あ。大陸8割で検索すると出てくると思うんですけど、高市早苗さんが講演会でね、なんかなん、高虎議員だった、小林高虎議員、自民党の三重県の。高虎議員が、国葬反対の SNS の8割が隣の大陸からだったっていうふうにですね、こう、講演会で言ったっていうふうに、小林高虎議員が、まあ、その人なんか統一教会関係だというちょっと記憶にあるんですけど、そこら辺でなんかもう、ものすごい揉めたりとかして、あれも言ってないで、もみ消してもらったけども、他にも生活保護もらってるやつは、さもしい顔してるやつらなんだとかって、もう、むちゃくちゃなんですよね、結構昔から高市さんって。で、あと福島原発事故で死者は出てないとかっていうこととかも言ったりとか、もうとにかく、ちょっと佐藤さんと撮る前に高市さんの暴言って何が、失言とか何があったかなと思って、いや、こんな人よく未だに大臣やってるなっていうぐらいの、もう対応にも出るわ、出るわ。で、それを今までは安倍さんがね、まあまあまあっていう感じでやってたんだけど、もういないからね、もう終わりだよ。そうなんですよ。つまりね、これ高市さんっていうのはね、安倍さんのね、第二のエゴなんですよね。ある程度エゴっていうかね、要するにどういうことかっていうと、安倍さんがね、自分のなんていうかな、なんていうか、ストレス発散というかですね、それに高市さんを使ってるわけなんですよ。ストレス発散というかね、政治的な影武者として使ってるんですよね。どういうことかというと、例えばこのね、この放送法の問題で言えば、これ2015年のですね、2015年の2月にね、これ今、この内部文書をずっとね、明らかになりましたよね。で、その果てにですね、その果てに、2015年の2月8日にですね、高市総務大臣がですね、衆議院の予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く、放送を繰り返したと判断した場合は、電波停止を命じる可能性があると。ね、つまり、停波宣言ですよね。これを言っちゃったわけですよ。言いましたで、ね。こあれれもね、問題になりました。大問題になったでしょ。でね、これはね、安倍さんが多分言わせたんですよ。なるほ安倍さんがこれ、ね、言いたくてたまんなかったんだと思うんですよ。で、高市だったら言ってくれるだろうと。ね。高市はもうそこしかね、政治的な力がないんで、高市だと言うだろう。で、高市はそれ言ったわけですよ。ね。そして、その翌年のね、翌々年の2018年に今度は放送法、全部ね、廃止しちゃうと。いうことで、それで、安倍さんのですね、まさに、なんていうかな、総合的な体制を作るというね、安倍翼賛体制を作るというね、そういうね、戦略だったと思うんですよ。ね。それで、この高市さんをそれで使ったということなんですよ。それもう一つは、例の防衛費2倍ですよね。防衛費2倍について、その安倍さんはね、実はトランプと密約していたんだけども、それはね、それをね、最初から安倍さんがそれを言ったらね、ついに安倍は狂ったかというふうに思われるわけなんですよね。なので、これ2年前の総裁選の時に言って高まし市たさんにね。言わせたわけですよ。ね。最初に言わせたわけですよ。そして、高市さんはね、そればっかり言うんで、まあまあ、そろそろいいだろうということで、安倍さん自身が防衛費2倍を言い出したわけなんですよ。こういう具合ね、高市さんをまず使ってるんですよ。まあ、高市早苗先を導言っ役てと。みれば、観測気球みたいに最初に過激なこと言わしといそう。て、まあ、露払いさせといて、はい、出てきましたみたいな感じで、利用してたっていうことですよね。利用していたんです。ね。で、高市さんとしては、その利用されることによって、自分が力を得て、そしてね、総裁選のね、かなりいいところまでですね、行っちゃったわけですそうよ。ですね。そしてね、今大臣とかね、やってるわけでしょ。これはね、全部安倍さんのおかげなんですよね。だけど安倍さんが今いないんで、そういうふうにもちろん使ってくれる人もいないし、政治的な力がもうゼロになっちゃったんですよね。確だかけどに。そのね、その力む癖だけついていて、いてですね、そしてこの文書に対してね、捏造だと。ね。もしこれが本物だったら、
大臣も議員も辞めると、という、うん、ついつい言っちゃったわけなんですよね。いや、もう親分おらんて、安倍の親分おらんのに、後ろ盾がいないのに、何盛りかけ問題の時みたいなこと言ってんだっていうふうに、すごいなんかあれ、既視感がありましたよ。うん。だから高市さんはもう本当にね、名実ともに終わりですよね。うんうん、終わりなんで、本当にね、約束守って、とにかく議員を辞めていただきたいと。うんうん、ね。もうそれ一つですね、これね。うん。うん、だって、岸田さんもね、放送法をめぐる解釈は変わっていませんっていうことは言っているけど、なんか高市早苗をかばう素振りっていうのは全く見てないので、もうで岸田さんからしてみたら、うん、お高市なんか自爆してくれた、あれ安倍のなんか鬱陶しいやつの残りだ、あやもうじゃあ失神っていう風にできるし、さよなら高市さん、うん、そういう感じ。いやもう本当、うんうん、ね、みんなそう思ってるんじゃないですかね、鬱陶しいの早く消えてほしいと。いや正直多分自民党の中ですら思われてますよね、これ。思われてますね。うん。いやいや、だってね、だってあの総裁選の後ですよ、うん、あれだけね総裁候補として票を取っておきながら、うん、安倍派に、安倍さんね健在の時にですよ、うん、全然入れてもらうね、う話のね、最初の文字すら出てこなかったわけ、うん、高市の高市さえね、うん、出てこない、うん、それほど人望がないんですよ。いやすごいな、うん、本当に。いやしかしなんかこう転げ落ちる時っていうのは政治家って一瞬なんだなって、まさにあの永田町の闇は、うん、一寸先は闇みたいなのを実感させるような事件だなというふうに私は思いました。でそしてあの三浦瑠麗の旦那さんの逮捕も含めて、うん、まあ本当に安倍晋三さんという方がね亡くなったっていうこの衝撃っていうのが、まあ、ようやくこうちょっとずずずずずずっとこう来たかなと、去年の7月からもう言うても8ヶ月、うん、まあ、それぐらい経ちましたからね、うん、動いてきたっていう感じがしますね。うん、いかにね安倍さんというねこのブラックボックスがですね、うん、まさにこのブラックホールのようなね、うんうんうん、この力がですね、いかに影響力があったかということなんですよね。うんうんうん、だからまあ本当ブラックホールって言いましたけどもね、うん、安倍さんの力ってね、要するにこの、例えば政治力とかね、例えば、知識がある、見識があると、うん、で。そういうことで評価されてるわけじゃなくて、うん、何度も言ったけども、7×7×7 イコール343光。うんうんうん、ね。岸信介、佐藤栄作、そして、安倍晋太郎というね、うん、この3人の揃い組、これしかないんですよ。うん、だけど、これしかないんだけど、うん、自民党ってのは日本のね、非常に象徴的なもんだと思うんだけども、そういうね、なんていうかな、五行というかですね、絵も言われぬものが、絵も言われぬ光がですね、あると、ははーっとみんな従っちゃうわけなんですよ。ははーって。ね。そう。まだね、そういうね、なんか、未開の人種っていうかな、そういうところがね、まだね、残ってるんですよ。そうっすね、ほんとに。ね。異性よりも、異性よりも、この光に目がくらんで、うん、ああって言うんですね。あ、お殿様みたいなね、こういう感じ。思わずよろめいちゃうんだよね。ああみたいな。やれやれだよ、本当にもう。まあでもまあ、いよいよまあ、そういうね、時代も、ちょっとずつ終わりを告げてきたのかなという動きになればね。私はこれはもう素晴らしいことだし、何より応援してる、その、私、佐藤さん。ね。まあ本間さんとかも含めてですけども、ずっとずっと言い続けてきたことがようやくね、ほらだから言ったじゃんっていうことがまあ実ってきたっていう実感があるんですよ。でこれによって一つ一つまあ悪いことっていうのが正されていけばね、あの日本も少しはマシになっていって、ようやくまあこの底からね這い上がっていくきっかけになればなっていうふうにまあ思っています。私がね佐藤さん応援したい理由のは、佐藤さんジャーナリストでしょ。でこれ戦争とかでもそうなんだけども、やっぱりね情報っていうのが一番正確な情報っていうのが一番大事なんですよ。どれだけ戦力を高めていっても、情報をね間違えていて、間違ったところにミサイル撃ち込んだ、これ間違ってるわけだから、このどこに敵がいて、どこに障害があって、どこに悪いところがあってっていうことをきちんと調べる。でそういう意味ではジャーナリストの仕事っていうことはすごく大事で、で
もう山口紀之さんとかね、もう権力に尻尾を振るようなジャーナリストばっかりがね、今まで重用されてたけども、そういうのをなくなっていかないと、日本本当に終わっちゃうよっていう思いでね、佐藤さんを応援していて、で、まあ、ちょっと今日、高市早苗と三浦瑠麗の旦那さんのやつが一気にボーンって追いかけてるやつが来ちゃったから、ちょっと今日は緊急の動画を撮ったっていう、そういう次第ですね。佐藤さんがね、ずっと取り上げているコロナ日本国書も買ってほしいし、アマゾンのね、五月書房の、本だって、また買ってほしいなというふうに思っています。いや、佐藤さん、本日はどうもちょっと緊急の動画久しぶりにね、2人で撮って、どうもありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。はい。なわけで、チャンネル登録といいね、よろしく。ね。細かい高市早苗さんの件に関してはですね、1時間以上の動画を9時から上げていますので、そちらを見ていただければですね、もうサスペンスドラマをね、こう、見ているような感じのすごく楽しい。そして、たまに入る佐藤さんのですね、この安倍さんのモノマネがとても面白いと評判の動画、ぜひ見てください。今日もダックショ。チャンネル登録といいね、よろしく。それでは。はい。今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万札の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。